こんにちは。ドコモは3月10日にリンゴ携帯 KY-42C を発売します。現在予約販売を受け付けていまして、販売価格は税込みで17,490円となっています。本日はリンゴ携帯 KY-42C のスペックの紹介と私の感想をお伝えします。まずはじめに、ドコモのリンゴ携帯 KY-42C を紹介しているサイトを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。 こちらがドコモのリンゴ携帯 KY-42C を紹介しているサイトになりますリンゴ携帯見やすさ聞こえやすさと頑丈で長く使える安心のリンゴ携帯2023年3月10日発売となっています色はホワイトブラックレッドの3種類ですねリンゴ携帯 KY-42C の事前予約について リンゴ携帯 KY ハイフォン 42C 発売に先立ち、2023年2月28日午前10時より販売開始前日まで事前予約を受け付けしますとなっていますね。リンゴ携帯 KY ハイフォン 42C の特徴、画面の色彩調整で画像や文字が見やすい、見やすく押しやすいボタンで快適操作となっていますね。 そして着信に気づきやすく大事な電話を逃しづらい。はっきりとした振動で着信に気がつきやすい。デカバイブ、聞き取りやすい音質のデカ着信音、不在着信に気づきやすくするステップアップ着信と不在着信スムーズで大事な電話を逃しづらいとなっていますね。クリアな通話品質、さらにご自身に適した通話音質に調整できる。ボールテの HD プラス対応ですね。 アルコール除菌シートやアワハンドソープをつけた布でお手入れできていつでも清潔に防水防塵対応で良心を選ばず高い耐久性で頑丈風呂やキッチンなどの濡れたてで安心して使える防水防塵対応ですねミル規格の13項目対応ですバッテリーの劣化を抑え長く使え安心バッテリーの取り外しができるので新しいバッテリーの効果が簡単 劣化を抑えるバッテリーケアモード搭載で安心して長く使えるとなっています Wi-Fi や Bluetooth などの便利な機能にも対応ですね多彩なシーンに役立つ充実の機能ということでよく使う電話番号や機能などをカスタマイズ機に登録しワンタッチで呼び出すことができるさらに災害などの非常時における情報入手に便利な FM ラジオ搭載また向きを気にせず充電できる USB Type-C に対応となっています えこだわりのジャパンメール製品ですね。え企画設計開発試験製造、アフターサービスまで国内での一貫体制にこだわったジャパンメール製品となっています。スペックとサービス機能概要が、スペックの概要がこちらですね。後で詳細に見ていきたいと思います。 えこちらがですね、えー、スペックになっています、えー、まずですね発売日製造メーカーあとは端末名称ですけども発売日は2023年3月10日製造メーカーは京セラーですね端末名称は DIG の携帯 KY 半本 42C ですねまず基本スペックですねサイズ 高さが約112ミリ。幅が約51ミリ。厚さが約18.1ミリ。重量は約125グラム。軽いですね。そして、えー、高温室通話あ対応として、えー、ボルテですね、えー。こちらだけ対応しています。あと、連続待ち受け時間が 4GLT で約300時間ですね。えー、連続通話時間が、あ ボルテの AMRWB で約420分。ボルテの HDA プラスで約420分ですね。W、えー、時定格値 5.7Wh。バッテリー容量は 1500mAh。電池バッグは着脱化ですね。USB は Type-C ですね。そして、えー、USB の2.0対応ですね。 機能としては MTP、PTP、USB テザリングに対応しています。あと充電ですね。充電ですけども。ポータブル AC アダプターの場合は充電時間が約130分。ポータブル AC アダプターの02の場合も約130分。AC アダプター05で約130分。3ポート AC アダプター01で A ポートが約130分。C ポートが約130分。 AC アダプター07で、えー、約130分。AC アダプター08で、えー、約130分ですね。卓上ホルダー使用時も約130分です。対応するアダプター結構いっぱいありますね。そしてディスプレイですけれども、TFT ですね。サイズは約3.4インチ。解像度は FWVGA。ディスプレイのサブの方は UKEL で、サイズは約0.9インチです。 CPU ですけれども、ヘリオの A22、ニンガーヘイルツのクワッドカードとなっています。OS は独自 OS だと思いますね。そして内蔵メモリーですけれども、RAM1GB、ROM8GB。外部メモリーですけれども、MicroSD は 2GB、MicroSDHC が 32GB となっています。SIM はナノ i m ですね。5G には非対応です。そして 4G LTE に対応で、 最大受信速度が 150Mbps 最大送信速度が 50Mbps3G にも対応ですねそして防水対応で等級は IPX5IPX8 ですね防塵に対応で防塵の等級が IP5X ですねワンセギは非対応ですねフルセグも非対応ですそして FM ラジオはワイド FM に対応です、ね あとカメラですね。スペックがこちらに書いてあります。あとこちらが無線 LAN のスペックですね。2 4 g までの対応となっています。そしてこちらは対応し合わスですね。 えっと、バンドの1と3と19ですね。あとは、Bluetooth はこちらあ、スペックになってますね。Bluetooth の。そして、マルチリンガル機能ということで、表示言語は英語と日本語になっています。あと、その他ですね。 以上ですいかがでしたでしょうかリンゴ携帯 KY-42C 以前のモデルに比べてそれほど進化している感じはしませんねスペックも大したことはありませんですがだからこそいいって感じもしますねスマホと違い携帯の場合通話を利用することが主目的ですので通話が便利に使えることが一番のメリットとなりますその点リンゴ携帯 KY-42C は 使いやすいし電池の持ちもいいので安心して長電話ができます現在スマホ全盛の時代ですけれども携帯の需要はまだまだあります高齢者にとっては LINE やメールよりも通話の方が楽ですし電話で営業する人にはスマホよりも携帯の方が使いやすかったりしますからね実際うちの親も携帯を使っています今後も携帯がなくなることはないんじゃないかなって思いますね本日の動画は以上でおしまいです ご視聴ありがとうございました。